はいどうも、VIP です。やってきました。VIP です。よろしくお願いします。VIP です。はい、ということでね、今ちょっとメンテナンス明け、もうこれ急遽編集して、ちょっと今日動画出したいと思うんですけど、ちょっとね、本当は違う動画出す予定やったんですよ。ちょっとリアルタイム対戦の詳しい解説動画みたいなのを、まあ、投球編、ピッチング編、どっちもピッチングになっちゃったって言うてますけども、バッティング編とピッチング編っていうのをちょっと解説して動画出したいなと思ってたんですけど、ちょっとね、間に合わなくて、急遽ちょっとね、このガチャ動画を出したいと思います。はい、こちらです。バリューります。はい。バリューらしていただきます。僕あんまりバリュースカウトガチャ動画にしないんですよ。生放送で負けたら即バリューガチャスカウト引くみたいないうのやってるんですけど、今回も全国大会来てるし、なんかもう別に全国大会の生放送だけでいいかなと思ってますんで、まあなんかもしかしたらドラフトスカウト引いたりするかもしれんけど、まあここでちょっとね、丸選手を出したいんですよ。僕丸選手が欲しくて、なのでね、この10連とこの単発5回引いていきたいと思います。まず単発5回引いていこうかな。てかイベントラビリンス来てたね。ちょっとイベント見ていいですか。このラビリンスちょっとあんまりわからない人いるでしょう、まあ、ちょっとあんまりね、なかなか説明するのあれなんで、ちょっと省いていきますけど、これね、僕少し嫌いですね。はい、アンチラビリンスなんですよ。けどまあ一応最後ね、 S ランク契約書もらえるんですよ。これね、これも普通にやってたらいけるんで、みんなもう普通にクリアするだけでいいんで、もう時間なんか全然かからないんでね、1日1回しかできひんし、1日1回とか、その弱い、普通、いやいや強い、激ヤバってね。なのでもうとりあえずクリアして S ランク契約書ゲットしましょうって感じのイベントですね。はい、まあもしね、プロスピラビリンスってどんなんか分かりませんっていう方がいたら、まあ他の方のね、動画見たら多分解説してる方いっぱいいらっしゃるので、僕はやりません。はい、すいません。ってことで早速ね、引いていきましょう。バリュースカウト久々ですね。ちょっと単発から引いていきましょう。まあまあこんなもんでしょう。メインはここですよ。確率は変わらないんでね。はい、いきます。 A ランク以上自チーム選手確定なんで、最後 S ランクの演出が来て、最後あれが来たら熱いです。じゃあ S ランクの演出が来て、最後まで粘ったら熱い、自チーム確定なんで、いきます。お願いします。あー、ここちょっとレッツゴーで安心させてほしかったけどな。うん、西野カナやったらもう震えてるからね、ここの時点で。もう OK、 頼む、お願い、お願い。いやー、まあ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 、あお、おう、なんか2枚引きエースとかもちょっと見ていきたいですよね。俺出んかったぞと、そういう方の報告も結構あるんでね。ないか。うん、まあここは多分 1.5 倍の声になった。うん、すみ、あー、カズト、お願い。たまエースなしでも S ランク来るんですよ、これ。 1.5 倍やめとこ。うん、枠井選手 1.5 倍やめとく。うん、田口勝人選手。うん、俺かぶるよね、マジで。 A ランクかぶりタイスなんかな、俺。いきます、20連目。さあ、お願いします。 S ランク来てほしい、ここで。 OK、 ナイス満月。ここ流れ星流れないと S ランク確定じゃないからね、みんな。 VIP S ランク確定エース見逃してて草っていうコメントが何個かあったけど、これ S ランク確定じゃねえから。はい、よろしくお願いします。いきます、レッツゴー。あー、レッツゴー。ないか、お願いします。もう西野からやったら、もうここ震えすぎてもう風邪ひいてますね。お願いします。レインボー。あー、まあそんな甘くないか。ここなかなか青に光らないんで、ほんまに青に光って、前半確定数で、あそこが青に光ったら2枚引きの可能性があるかなと僕は思ってるんですけどね。うん、あるかなって、西野カナとかけてるわけじゃないんですけども、まあ、饒舌ですね、今日すごい。うん。いきましょう。あ、で、坂本選手の写真気になるって方いましたよね。僕が前からなんか言いかけてやめたんですけど、もっとええ写真あったやろって言いたかっただけです。あんなキャンプの写真を S ランクで出すのって感じ。あ、ビエール。ブラジルの選手です。はい、ブラジル出身の。シアトルマリナーズにいたみたいです。はい、ということで3回目ですよ。早いなー、もうあと3回か。マジか。お願いします。いやー、満月出てくれないと安心しないよ。あ、レッツゴー、調子くん、レッツゴー。ふぅー、あ、興奮した、ごめんなさい。興奮しちゃいました。カビラ自衛しちゃいました。すいません。お願い、ニッコ。いやー、これ S ランク確定してないから全部 A の可能性もありますからね。ただ、エースなしからでも S ランク来るのはあるよ。ダルビッシュ様出してたよ。お願いします。いやー、ラスト、誰、出すぎ、マジで。いやいや、俺嫌いじゃないよ。ビエイラ選手好きなんですよ、すごく。あんま見てないけど、もしかしたら今シーズン見れずに来シーズンからの登場になる可能性もありますからね、ビエイラ投手。今ちょっとこのね、あれのせいで。はい、ということで4回目です。お願いします。そろそろ S ランク来て、流れて。いやー、もう満月月癖もないですね、今日全然。はい、レッツゴー。はい、真顔です。あ、俺 OK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 、 いきます。レインボーお願い。ここでリリースやめて。よし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 、一線超えろ、一線。うーん、赤、あー、まあ青やったらよかったから。で、後頭部打ちます。あー、後頭部打ってないや、倒れてない、後ろに。いや、きついなー。あ、比嘉選手、比嘉選手地味に溜めてます。はい、お願いします。マンボウの北条選手、サラサラ。
で、もうなんか A ランク今日巨人カズト選手かビエイラしか引いてないよ。ということでラストですね、10連目お願いします。よし来ました、これが S ランク確定演出です。で、足が青く光ると2倍引きの可能性ありますから、うん、いきます。 OKOK、 まあまあここはいいです、ここはいいです。はいはい、問題は足が青く光るかですよ。 OK、 ここレインボー行ってくれたら嬉しいけどな。オッケーオッケーオッケー、ほんでほんで、あー、これこれ2枚引き、これ2枚引きの可能性ある、これマジで2枚引きの可能性あるから。で2個、うん、来るぞ来るぞ、これ最後まで粘ってくれ、お願い、巨人の選手お願いします、最後まで粘って S ランク、お願い。カヤマルカヤマル、はい言ってます。あー岡田選手、あー2枚引きないんかな、あ来て来て、ここここ、いやーメインじゃなくてサブできてくれ、サブできて欲しかった。まあまあ、ほらほら、やっぱ2枚引きやわ。うん、やっぱね、前半に確定演出が来て後半にまた確定演出、あの足が青く光ると2枚引きやわ多分、おそらく。うん、ラスト巨人の選手お願いします。あーカズト、はい、これ多分ね時間がちょっと余ってるので、余ってるとかちょっとかなり短くなってしまったので、大会のねちょっと解説やりながらしたいと思います。ちょっとあのカット多めにいくと思うんで、ちょっと大会ね、あの勝てないよっていう方、まあちょっと参考にしてもらえばなと思うんですけど、まあ僕もね実質生放送で初戦やりまして、まあ参戦やったんですよ、1回負けました。はい、ちょっと大会ズボディにまだなってないんですよ。大会ズボディっていうのはあの超高速フェードなんですよ、これ普通のランク戦よりも球が速いので、大会ズボディにまだなってないんですよね。なのでちょっと徐々に大会ズボディにして、まあ、生放送とかでもやっていきたいと思ってますんで、はい、ちょっと一戦やっていきましょう。はい、ということでちょっとね、あのピッチングの方なんですけども、ちょっと相手めちゃくちゃ強い方と当たってしまったので、ちょっと動揺してます。はい、大会で打率4割超えてる方ってかなり上手いんで、4割超えてたんでね相手の方、まあ、やっていきたいと思うんですけど、とりあえずね超高速フェードなんで、ストレートの球速は速くなってるんですけど、変化球の球速も速くなってるんですよね、これ確か。え、ストレート速くなってるんでしたっけこれ。あ、うまい、うん、なので結構ねストレートが有効って言われてます。ほんで大谷投手なんか特にもうストレートしか張ってないので、あえてストレートあまり投げない。例えばこの高めストレート絶対来るやろなと思ったら結構空振る、うん、空振らなかったけど、ジャストルッキングしましたね今、ジャストルッキング。大谷投手はもうストレートが速いので、ほらもうストレート狙ってるんで、だからストレートをちょっとあまり投げないようにしていきます。この方には変化球がねスピード速くなってるから、山岡投手とか結構強いって言われてるんですよね。あの縦スラがねめちゃくちゃ速いんですよ。あ、ま、いやかなりストレート張ってますね。ほらこうなるんですよ、うん、いやどうしよう、いやうまいなこの人。 OK、 さあバス、カットボールがねこの大会結構打たれるんですよね。ちょっと一回投げてみていいですか。あー大丈夫だったね、コントロールかな、定まらんからな。でこのスライダー有効です大谷投手、うん、マジ、うわフランナー、 OK、 やっぱ大谷投手強いな、打率4割超えの方でも通用するもんね。ランク戦やとねちょっと大谷投手厳しい部分が最近あるんですけど、さあ柳田選手、大谷選手が先発なんで1番に入れてます。打撃はとりあえずあのストレートを意識ずっとしてる僕は。変化球もスピードが速くなってるんで、うん、で次一応ワンワンになったんで、もう一回ツーシーム張ると、あ、ツーシームだけど高速シュート来たんで、 けど今のもあのストレートのタイミングやったんで打てたって感じなので、基本この大会は変化球待ちっていうよりもストレートのタイミング待ちでいいと思う俺は。うわめっちゃいいとこ掘るやん、ストレートちょっと速くなってんのかな、いやごめんストレートは速くなってないです、フェードが超高速フェードなってるだけやわ。あ、今のはスプリット合わせれたね。さあバス、やっぱこれ買ったらめっちゃでかいぞマジで、今喋りながらやってるけど。あー、このカットボール合わせやすいんですけどね、ストレートのタイミングで待ってると。いやーいいとこ掘るなー、気持ちいいなー、バントしようかな、バスバスバントしていい。あー縦カットきた、ボールやし、しかもさあ影選手、あー、この D カーブね僕この前ねやられたんですよね生放送中に。
OK。 まあツーシーム待ってたらいけるかなって感じですよね。で企画潰しの吉野選手、ここ5点入れてちょっと終わりたいね。もう気持ちよく山本由伸選手は僕超高速フェードの大会は打ちやすいと思ってます。なぜかというと変化球のスピードが速いんですよ。カット、高速スライダーと高速シュートと高速系の球が重なってるとそのタイミングで待つんですよね。ストレートとツーシームのタイミングで待つと分かるかな意味が。これもちょっとごめんなさい今の引っ掛けたけど、今のもうツーシームのタイミングで待ってて合ってるんですよね。なので超なんていうか高速系の変化球を持ってるピッチャーって結構この大会不利じゃないかなと思ってるんですよね俺。どう思うみんな。大谷投手強いな。ごめんなさいちょっとカットしてると思うんですけど、ちょっとカット多めでいくって言ったんでカットしてると思うんですけど、やっぱ変化球のスピードが速い。これ待ってたな、今日長期してる、OK、やっぱ変化球のスピードが速いので多分スライダーとかも速度速いんですよね大谷投手で。超高速スライダーじゃないのでそこまで速くないから、いやいいとこ。ちょっと喋りながら難しいですね。ちょっとやっぱり超高速フェードとかなると喋りながらはできないですねおそらく。今多分うまい具合にカットしてるけど打つ瞬間めっちゃ溜まってるからね。うん、でノーツーとかなったらもうこれね、いやーやった、おお、ラッキーラッキーラッキー。さあ厚谷さん、これ厚谷さんでいきましょう。そのままパワー A なってるんで、いや送ろ、送るわ。こういうのも大切ですからね超高速フェード。よーし、ナイスバン、ナイスバン。で、ギータ。で、ホームランで終わり。あー、けんか。うわ、中野選手来た。タイピンつく？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。全部出たわ。はい、ってことで皆さん、ありがとうございました。